はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、楽天モバイルの話題になります。はい、iPhone SE の一括0円祭りなんだけども、はい、もうね、まだ諦めきれない。ね、頑張る方もいらっしゃるよ。ね、土日休みの郵便局支店、ここどうなんだ？ね、今日から始まった iPhone SE 一括0円祭りね、ご存知のように全国に200何か所ぐらいね、郵便局支店というものがあります。で、まあ、ここにね、目をつけたのが、はい、ね、しっぽさんですね。楽天モバイルショップ、家電量販店の他に郵便局もありますよね。そこって土日休みなので、今回のセールは実質月曜からね、すれば、あ、土日ダメでも月曜日に動けるならばリベンジワンチャンあるかも。ちょっと甘いかなってことでね。いやー、場所によると思うんだけども、ちゃんとテーブルとあれがあるとこと、立ちっぱなしのところもあるんだけれども、一応ね、こう端末だけあればとりあえず業務はタカタカタカってできるんで、まあ、簡単にそういうところでね、受付、まあ、人がいて、まあ、お客さんがいてっていうね、そのやり取りができるんで、で、多くの在庫を置くのは無理だと思うんだけど、郵便局と提携してるんで、まあ、ちょっとぐらいの置く場所ぐらいはね、職場の協力体制であるわけで、このスペースでやってくれって、敵は焼き芋とかたこ焼き売るためにこのスペースでやってくれって、そういうわけじゃないと思うから、だからね、職場郵便局との協力体制があっての話だと思うんで、なのでね、これね、いや、意外とひょっとしたら、で、郵便局で、いや、物流関係のところで急ぎに行っちゃうかもしれないし、いや、意外とワンチャンあるぞ、これはっていう。で、なんでかっていうと、検索すると、郵便局支店で出るんだよね。これがね、よいしょ、これ昨日なんだけども、ね、ゆうすけさんがね、店舗検索したら近くの郵便局が検索されました。郵便局でも受け取れるの？ってね、なのでこの郵便局支店っていう存在をなんかまだ知らないんだね。なので、郵便局と提携して全国にいっぱいあるんでね、だからそこのところも検索して指定ができるわけなんで、だからそこのところがご自身の地から検索して出てきたわけだから、そこは郵便局支店だから、ちゃんと立派な楽天モバイルのショップなんです。そこも郵便局支店なんです、そこがね、だからそこのところで郵便局でも受け取れるということになるんです、これがね。はい、そんなわけなんです。はい、郵便局は郵便物を配達する局と、町の地主が建物と土地が局長の特定郵便局がありますよ。だからアンテナを立てることができないと思います。自分の町の郵便局は町で職員を雇用して稼働しますってことでね、全国で郵便局店が285局あります。で、郵便局ってこう大きなね、東西南北の名前がついたとか中央とかそういう名前がついてる大きなところがあって、そこのところが郵便物をこう回収してるところね。で、町にあるようなちっちゃい郵便局っていうのはその権限がなくて、フランチャイズみたいなコンビニと同じようなもんなんで、なもんでその郵便ポストを開ける鍵も持ってない、だ開ける権利とかそれも一切ない。ちょっと間違えちゃったんだけど、見てくださいって言っても、すいません開けられないんですって感じで、そこの権限まで何もないんです。できることっていうのが、大きい郵便局なんだけども、その郵便局、大きい郵便局と同じことができないっていうね、あるんだよね、これがね。なので、このね、どん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 アンテナどんどんぶっ立てっていうのどうだったんだってね、どんどん4G なり 5G なりね、どんどん郵便局のところにつけりゃいいじゃないかってね、しゃって思ったんだけれども、これがね、大きなちゃんと郵便物とね、地主の建物と町の地主の建物とね、そのフランチャイズとあるからね、まあ、ちゃんとそこは思うようにいかないんだよっていうね、まあ、そこのところの話もしていたところですね。ありがとうございます。まあ、他にはね、この郵便局ってところにこう来たコメント、古市さんね、東京駅付近の郵便局ではアッパ社長カレーが売られていましたよってことで、アッパ社長カレーと思って、アッパ社長のエキスがじっくりとね、ことこと48時間煮込んだね、その出汁の効いたアッパ社長カレーがあるのかなと思ってね、本当ね。ね、いいね、アッパ社長カレー食べてみたいね、本当ね、アッパ社長カレー食べたいね。はい、原徳さん、
田舎の郵便局は閉まるのがやたら早くなって、普通に働いてる人はなかなか空いてる時間に行けなくなった。あー、なるほどね、なるほどね、いじゃねえんだね、それね、普通に働いてる人はね、うん、だあのおじいみたいに普通に働くことはやめちゃえばいいね、行き当たりばったりでね、うん、まあ、そんな人生もいいよ。ハルプさんどうね、こっちの世界に来てみてはいかがですか、ね、はい、DJ レンジさん、ね、昨年の秋頃に埼玉の何これ武蔵かな、これ無倉っていうのが並んだのね、浦和郵便局本局で、バクテンモバイルブースに遭遇しました。見たんだね。男女3人組でノート型パソコンを立ち上げていて、その場で乗り換えや機種変更ができるようでした。ちなみに私は OPPO Reno 3A を勧められましたが、私は Xiaomi 11狙いだったので、ね、少々話を聞き応援すると伝えてその場を去りました。ちゃんと目撃して会話だったようも感じよかったと思います。なんとかコーポレーションの派遣さんだったのかは分かりませんけどね、みたいなね、うん、どうだったのね。おじいも3月4日に行くね、なんとか電気のね、あの受付の電話のお姉ちゃんと、あの奥のねちゃんとした人、両方ともね感じが良かったんだよ。あの去年だか一昨年だかね、おとしかも電話かけた時に、まあ同じ人がいるかどうか分かんないけど、結構ねいいよね、対応がいいよね、あの他のところと比べてね、うん、なんか人間味があるというか。はい、アナミさん、あれおじいが事件が来たりじゃないの、怪しい、実に怪しい、楽天って大丈夫か、早く事件起こらないかな、じいちゃんばあちゃん楽天は契約しない理由はおじいの大好きなめんどくさい、うん、ね、うさんくさいということがあります。とうとう楽天もスーパーでやってるうさんくさい、そったら最後契約するまで帰りたい、 Wi-Fi や光みたいなこと始めるんですね、怖い怖い、あとはおじいに任せた、郵便局は日祝は大きいところでも閉まってることが多いから、需要あるかって言われればね、から元気はいいけどちゃんと使える基地局作れよ。郵便局の光は国と NTT の所有物だから、楽天自身でお金を払って設置しないとダメですから、残念てれてて残念ってことなんだね。はい、そんなわけでね、そんなに甘くないんだよってことなんだね、残念本当ね。そうだね、郵便局近くのじいちゃんばあちゃんばっかりで、一回しちゃったら契約するまで帰らない。ありえる、ありえるだよこれね、まあやばいね本当ね。はい、そんなわけでね、いいところに目をつけたんだよね、うん、意外とねありえるよ、ちゃんとした視点なんだからね。はい、そんなわけで、あの受け取りとして指定できるのはもうこれ確実なんで、だから楽天市場の足の方のねプルダウンでもこう選べてる人がいたと思うけど、そっちの方にそこでまあ受け取るだけだと思うんだけど、そっちの方に在庫があればね、その分だけだ、意外と月曜日あたり郵便局狙い目かもしれないよこれね。はい、まあやってみて行動力ね、行動あるのみだとおじいは思いますね。本当どうしないでしょうよりは、ね、行ってその目で確かめて、ああなかったっつってね、そこで諦めないと、一応声かけてみないとね、最後までわからないですね。この根性だよね、これですね、全てこのそこに気がついたんだったらね、本当は美味しいことは言わない、シューってね。で本当に美味しいなと思った話は言わないで、みんなに言わないで先に確認する、郵便局できたよおじいつって、これが一番ゲットできる確率なんだよね。郵便局、まあ、甘いかなだったら10代20代あったとしてもね、ああ言うんじゃなかったってなるかもしれないよ、シーね。はい、そんなわけでね、この動画はとりあえずなかったことにしようね、心の綺麗な人には火曜日まで見えませんね、心がもう薄汚れてる人にしかこの動画見れませんね。そんなわけで見てないでしょ今ね、日曜月曜日ね、見れないと思います。はい、そんなわけでね、郵便局支店はね、
土日休みのところ、土日祝賀休みのところがあるから意外と狙い目かもしれないよという最後の頼みの綱がねまだ残っているので、希望してないで頑張りましょう。あ、心の綺麗な方はこれ見るのは火曜日だからね。まあ世の中そういうものよ。はい、終わろう。またね、おじい、気がついたらもう9時過ぎててスーパーもう終わってんじゃん。もう夕飯買いに行けなかった、動画ばかし作りすぎて喉痛いばっかで、どうする、今からご飯作るのめんどくさいし。まあネギがあるから、まあ醤油ラーメンあるからね、まあいいけど、ね、まあ今日はラーメン食べて寝よう、ね、はあ、喉痛い、終わり、終了、終了、もう動画作んねえぞ、もうね。はい、皆様の解散。